の声を聞くたびに目に浮かぶくじゅくり浜しわしわの祖母の手を離れ一人で訪れた歓楽街ママはここも女王様一写しの四股しベルシノが手を伸べて子供だからに見せられた歓楽街十五位だったあたしを置いて女王は消えた毎週金曜日に来てた男と暮らすのだろう娘